はい、皆さんおはようございます。今日はね、南房総に来ております。僕の動画ではね、おなじみな場所なんですけども、アクセス方法を変えた道をね、今歩いております。1キロ弱の行程ですね。はい、降りてきました。もうこの景色でね、分かる方もいると思うんですけど、お、今日はね、北風がね、少し強めに吹いてる日なんですけど、こういう日はね、この場所ね、釣れるんですよね。ちょうどね、北向きになってます、ここで。波を受けてると、風を受けてるという状況です。今日はね、大潮明けの中潮、それの満潮過ぎてもう1時間ぐらい経っちゃったんですかね。実はね、別の場所に行ったんですけども、立ち入り禁止だったんで釣り開始が遅れちゃいました。うん、めちゃくちゃ釣れそうな雰囲気ですね。こういうね、北風が吹いてる時、爆潮しましたね、以前ね。その時はね、少し雨も降ってましたね。入り口からやっていきましょうね。ただね、イメージ的にはね、入り口は小さいのが多いというイメージですね。波かぶれそうだね。もうおそらくね、干潮時は潮が入ってきてない場所なんで、あんまりね、期待はできないんですけど、一応入れていきましょうね。うん、やっぱいないですね、入り口は。魚が普段はね、入ってきてないところなんで、まあそういう場所はね、いくら潮が高いとはいえ入ってこないかもしれないですね。うん、思った通り期待薄ですね。そこはいそうだね。お、食ってるよ、食ってるよ。くわえてる、くわえてる。おっと、今のはちょっと微妙な当たりでしたね。ベラといえばベラ、ムラソイのちっちゃいのといえばムラソイのちっちゃいの。もうね、落とした瞬間にね、くわえてるのが分かりました。ほら、食ってる、食ってる、くわえてる、くわえてる。うん、いなくなっちゃった。おそらく根魚ではないね。風が強くてね、若干当たりが取りづらい。ラインがね、まっすぐならないんですよね。ちょっと時間がもったいないんで、奥まで行きましょう。だいぶ強いですね。でね、さっきまで晴れてたんですけど、曇ってきちゃいましたね。若干肌寒いですね。はい、じゃあ少し奥の方まで来ましたんで、この辺からまたねやっていきましょう。はい、じゃあこの辺から入れていきましょう。お、動く。冬以来ですね、ここでこういう風っていうのは。真冬にね、結構な風の時にありましたね、寒くて。こういう時は期待ですね。奥に行くに従って期待度がね、増してきます。予定的にはね、もうとっくに当たりがあってね、一つ二つは釣ってる、そんなねイメージだったんですけど、思いのほか当たりがないですね。ぼやぼやしてるとね、どんどん潮が下がってきちゃうんで、危ない香りがしてきましたね。もうすでにかなり期待を込めて来たんですけども、だいぶね、潮も高くてコンディションとしては最高なんですけどね。本当に引き潮で根魚が避難してるかもしれないですね。もうすでにだいぶ奥まで来ちゃいましたね。
お、食ってる。くた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 。もう怒られました。そんなに大きくなさそうですね。はい、ちっちゃいカサゴでした。君どこ行ってたの。15、はい、15センチカサゴ来ました。ありがとうね、バイバイ。まさかこんなにちっちゃいとは思いませんでした。もうちょっと大きいかと思った。18ぐらいのムラソイかなと思ったんですけど、全然ちっちゃかった。一つしか出ないんですね。ここはまあまあのリスクポイントなんですけど、ここまでいないとは思ってなかったな。難しいね、今日は難しい。もうこの先行ったらね、終わりなんですよね、最終地点。ここは期待だぞ、この隙間は。いないんだ。ここもかなり確率が高い穴だね。そういう穴にいないんですよね、今日。もう食ってる食ってる食ってる。うわ、今のもちょっとかなり怪しいあたり。もう最終ですね。すごく釣れる雰囲気なんですけどね、いないですね、本当に。ちょっとね、これじゃね、満足感がまるでないんで、もう一回ね、帰りながら釣っていきますね。さっきのカサゴのところ入れてみましょう。1分ぐらい待ったんですけど、全く無反応。お、食ってる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 。あら、すごい太かったね、今当たり。結構ね、太めの当たりなんですけど、かからないのはほぼベラですね。根魚だったらね、かかってる当たりです。結構ね、太めの当たりですね。まあ時期的にね、今根魚がね、ちっちゃいのがいっぱい釣れるっていう時期は時期なんですけど、まあそれにしてもそのちっちゃいのもいないですもんね。はい、ということで今日は終わりにしましょう。残念ながらカサゴの一つだけと、しかも15センチっていうちっちゃかいやつ一つだけという結果に終わってしまいました。状況的にはね、すごくいいと思ったんですけども、まあ何かしらの要因で魚がね、浅場にいないと深場に戻ってるというような状況かもしれません。ここに来ればね、20オーバー確実だろうと思ってたんですけども、そうはいけませんでしたね。まあそれが釣りというものですね。はい、朝ね、アクセスした通りね、ここに来るまでにちょっとね、難所があるんですけども、そこをね、渡らなくていいという道のりをね、見つけたんで、まあ、今日は今日でね、釣れなかったですけども、来てよかったなと思います。これからね、夏に向けてまたね、大きいのが入ってくるという場所になりますんで、引き続きね、ここはね、定期的に釣りに来るというふうにしたいと思います。はい、そんな感じで今日は終わりにします。いつもご視聴ありがとうございます。ライク、シェア、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。